未勝利パレス相手に、スパーズ行く。スパーズ行ってて草。スパーズ何をやってるの？スパーズ弱すぎやろ。未勝利だったパレスに初勝利プレゼントしてて草。審判はスパーズ寄りだったのにな。今季一のクソ試合だなこれ。パレスのフィニッシュ終わってるから1点差やけど、これ普通のチームなら3点くらい取られてるで。終始イライラする試合だった。スパーズのいい流れからの失点はあるのに逆は1回もないのなんなん。スパーズは何試合かに1回かこんな雑魚にならなきゃいけない契約でもあるんか？スパーズは最後のところの質上げんと厳しい。マジで頑張れ。ボステこの悪いところが全部出てる試合。ボステこのサッカーなんでこんな好不調の波激しいんだって思ったけど、ボステこはただの無能で選手の質だけでボコしてた説。まさかボステこ人が悪いと思ってる？鎌田がいないパレス、守備の強度がマジで高い。